さっきさ、うん、するの収録前にさ、うん、ちょっと時間を潰してたんですよ、はいはい、であの地下に、うん、まあ、あの席があるようなお店で、うんうん、あの時間潰してたんですけど、うん、で あ、まあ、あと30分ぐらいかなみたいなって思ってたら、うん、その階段の上の方から、うん、なんかねオーンみたいな、まあまあ、その、喘ぎながら、そのよう、まあ、はい。喘ぎながら入ってくる。みたいな声が聞こえるなと思って、はいはい、人がいたと。で、なんか子供かなみたいな、うんうん、って思ったら、その、ご夫婦とおぼしき男女のお客様がこう、うん、いらっしゃって、うん、で、ちょうどまあ今収録してるみたいに、うん、俺のこう、差し向かいにお二人座られて、うん、そしたらそのなんか、旦那さん多分結構ね、うん、割とその多分俺の 2.5 倍ぐらいの年齢の方だと思うんですけど、おーおーおー、すごいなんていうかこうラブラブな感じで、おーおーおー、うん、なんか目の前に若い男の子いるね、うん、どっちがかっこいい僕と、おーって奥さん言って、奥さんか分かんないけど、うん、でずっと二人でこう こっちを見てるのよ、うん、俺あのこうなんていうのかな、スマホを顔の前に持ってきてさ、うんうんうん、スマホを見てますみたいな手で、まあこう、うんうんうん、こうちょっともうもしくは撮ってますだよねするか一番ダメな子録画してますだよね。でもなんかね こっちを見ながらチラッチラッて見ながらこうね、二人でナゲットとかポテトを食べさせ合って、クロスナゲットとクロスポテトをしてるの、ね、そう、もうすごいね、とマスクしました。うわーやば、ファーストフードのグランドクロスがそこに恐ろしいわ。いやでもなんかなんだろうな、いい光景だなと思ったんだけど、うん、できれば向かいじゃない場所で見なかったなっていう、その近すぎるなんかね、斜めとかだったらさ、あ素敵だなっていう、あと画面越しがいいよねそうだね、あとあ俺もそのなんか登場人物みたいになっちゃったから、いやモニタリングされてたんじゃない、いやあかな、どういう対応するかみたいな、いや怖い、これは和心を君にが楽しみですねあそういうこと日本人のその言うに言えないなんか習性を観察されてたんだそんな和心感じていきましょう。斉藤聡馬、石川海人のダメじゃないラジオ